で、単語とか何回か練習してね、皆さんね、いきますよ。準備できましたか？はい、私たちは今とても忙しいという、忙しいをマーカーで言ってください。忙しい。これちゃんと2年生で会社とかね、これ言うやん。中学2年生、1年の教育集になってます。で、忙しいはこれ、ビジーと読みます。ムシーと読まないように、もう日本語になってます、ビジーって。忙しい。で、これ、形容詞なんです。形容詞の前には B 動詞がいるんです。B 動詞。B 動詞は is a man でした。さて、we だったら we って私たちはなんですが、英語苦手な人 we もわかりませんからね。そうですね。私たちは。さすがに I はわかるんですよ。なぜかわかる？しょっちゅう出るから。I わからない人はいません。みんなね、授業を受けてくれてると思うので、これわかるんですよ。なぜこれわからんかっていうと、これに比べたらあんまり出てこない。でもこれ、私たちという複数なので、B 動詞は R でした。はい、括弧の中に R を入れてください。We are ですね。We are very busy now. 私たち今すごく忙しいです。次、話すことができますというところをマーカーで塗ってください。話すことができますというところ。それで授業は受けなさいよ。自分のために授業にしたいんだから、はっきり言うと、はっきり言わせてもらうけど、自分のためですよ、本当に。いいですか。話すことができますというところですけど、できるって何ですか。キャン。キャンだろ。で、話すは何ですか。スピーク。はい、キャンスピークですね。キャンができる助動詞になります。できる助動詞です。スピークは話すという動詞になります。動詞。で、これで話すことができるになりました。キャンスピークですね。はい、アート、キャンスピークですね。いいですか？その次3番です。3番。エミは毎日夕食の後英語を勉強します。さあ、ここ大事なんですよ。勉強するはスタディーなんよ。でももうここで引っかかる人います。もうこの人2年生になったら大変なことになるんです。スタディング。スタディング。スタディーズ。スタディードゥ。スタディー。スタディードゥ。エミって何人称何数ですか？スタディーズ。三人称？半数よね。で、勉強しますやき、そう、スタディーズの方で、三単元の S の付け方。ですね。これを Y を I に変えて、ES。スタディーズ。三人称半数です。三単元の S です。できた人何人ぐらいいますか？これがうちの塾のレベルの低さですよ。三単元の S 付け切らんですよ。何仕事ですか、今まで勉強。これで顔とか東とかとんでもないですよ。本当に。冗談じゃない。全員いけんよ。全然いけよ。もっとこう気持ちを込めて勉強せな。本当に。いいっすか？もうほんと歯がいい。今まで1年間勉強してきて3回目ですが平均とか意味ないし。頑張らない。ほんと。お金払ってね、塾に来て来られる人がおるとよ、今。この地域は。特に思考地区貧しいとよ。みんな幸せなんよ。そこを理解してください。ほんと。お願いします。その次行きましょう。昨夜中とか何回も言ってください。ラストナイト。ラストナイト。昨夜。現在過去どっちですか？過去ですよね。刻まれると過去ですよね。過去は、料理するっていうのは何でしょう？料理する。料理するってどうしよう？何ですか？ほとんど日本語になっちゃう。クッキング。ああ、いう字はつきません。クックですね。クック。で、過去形にするときはこれ何をつけたらよかったですか？あ、違う。過去形ですよ。いいえど。
ドゥドゥドゥ ED クックトゥですね。濁りの線トゥになります。クックトゥですか。ユミクックトゥディナーウィズハーマーナラストナイト、昨日の夜、料理をしました。たった1枚の表だけですけど、相当1年生のまとめ納豆券で、これしっかりもうたったここだけでもいいし、勉強するだけで相当力つきますから頑張ってください。いいですか。私の姉はその時自分の部屋にいました。これその時ってものすごく大事なんです。その時前とこれをマーカーで塗ってください。一番後ろにあります。前 My sister nan nan in her room 前。さあ問題は見ましたっていうの動詞なんですけど、見ましたって動詞わかりますか。難しくないです。見ましたですよ。見る見る実は B 動詞で言うと、はい、B 動詞で言うとだいぶ好きやろ。イズ、そうイズなんですけど過去形なので、あこれ習ってないかなまだ、うん、ああ、習ってないね。ごめんね。これ、2年生の1学期ちょびっと入ってるんですよ。じゃあ、しっかり教えますね。いずでいるという、いますという意味があるんですよ。いずがね、いずに。で、いましただったら習ってないかな。B 動詞の過去形、わずというのがあります。どうせ覚えないかも、今練習しましょう。これ、何回か書いて練習してください。ないんだ。うん。いいですか。私の姉はその時自分の部屋にいました。My sister いますだったら is でよかったんです。つまり B 動詞がいるという意味を表すということなんです。ちょっと確認しますね。あ、わずでいいです。わずで。ですね。はい。いいですか。はい、じゃあその次です。いい？練習した？もうここやき、ここ、うちの塾生やったら、はい、ね、新しく習ったら即練習してる。他の人がぼーっとしとるときにひたすら練習しとったらかっこいいですよ、はい、授業中は必死で練習、休み時間は解放されてた。もう授業中勝負なんで、授業中どれだけ勉強するかでね。例えば授業中に新しいこと習いました、じゃあ家で勉強しようと思ったら3倍時間かかるんですよ。全く聞いてないのを説明解説や文章から理解しようと思ったら3倍時間かかるんですよ。だからみんなで先生がやろうと思ったら授業の受け方を変える、それが一番早いです。じゃあその次行きましょう。私は今椅子を作っているところです。はい、作っているところですってところマーカーで見てください。横に今はこういうふうに習ってます、作っていますって習ってます。どっちでも OK です。お父さんやお母さんたちの時代は作っているところですと習いました。今ちょっと言い方が変わっています。でもこの言い方だったら何でしょう。日本語でこう書いちゃったらちょっと日本語が伝わってる。そう、これ現在進行形ってこの文章で気づかないかと。現在進行形、現在進行形です。いいですか。で、現在進行形はですね B 動詞プラス ING なんですよ。 B 動詞プラス ING いいですか。で、I の時の B 動詞は何でしょう。 I の、まずこの B 動詞はね。で、作るは何でしたか、もともとは。メイク。なるよね。作るはメイクなんよ。なんやけど、進行形やけど、ING にさなきゃいかんや。メイキング。そう、メイキングやけど、気をつけないかんのは。E を消す。そうです。E を消します。メイキング。E を消してください。E を消してください。メイキング。これで作っていきますんだ。作っているところです。ですね。次、去年の冬長野に行きました。これ習ってるかな。行きましたというところマーカーで見てください。行きました。午後は行く、不規則動詞の過去形です。もういいね。
ウェンテ。これが行きましたになります。習ってない人は5回練習して、今覚えたらいい。そしたら、学校の予習になるやん。習ってなかったら喜んでほしいわけ。塾で習って学校で復習できるわけさ。いいですね。新しく習ってくださいという方がイベントになります。はい、ウェンテ7のラスインター。はい、これ1番から7番、全部1年生の総復習出ましたので、いいですね。しっかり練習しましょう。次2番。次の対話文の意味が通るように、カッコ内に入る最も適当な語をそれぞれ1語ずつ答えなさい。なんなら、Do you have in your hand? はい、I have a picture. そこマーカー塗りましょう。A picture というところです。さあ、あなたは手に、なんなんと聞きました。さあ、私は、家族の写真を持っていますと書きました。答えました。ということは、なんと聞きましたか？あなたは手に何を持っています。そういうことよね。何を持っていますかないの。そう。What do you have ないの。うわぁ、ハグである。ハグ How do you have? いいですか？カップは何を飲みます。何を持ってますか。What do you have? What do you have? 意味が変。あなたは手に何を持っていますか。私は家族の写真を持っています。さあ何歳ですかと聞くときの言い方です。2番。何歳ですかというときは。あら反応薄。いウェア場所じゃない？ウェアって。あら、How old is How old? はい。How old are you? ですね。あなたは何歳ですか？I'm 14 years old. 私は14歳です。ですね。さあ、昨日台所であなたのお母さんを誰が手伝いましたか？3番、誰が手伝いましたか？ウェン、あ、違う。ミッツ、頭が切りな。誰が？あ、フー。そうでしょう、もう情けないもん。はい、5回5回、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。頭のひらめき悪すぎ、誰って言ってる。なんか、ウェンとかなんかいろんなこと言われてるから。ウェアは何でしたか、ウェアは。どこウェンがどっちウェン、イリス、フィッチ、フィッチがフィッチ、うん、どっちだ、フィッチ、ね、フィッチって言ってみましょうか。2つあるんです。フィッチって言うの、はい、イギリス英語とアメリカ英語と違う。フィッチどっちがイギリス。フィッチがイギリス。じゃあ、フィッチ、はい、じゃあその次です。3 months ago、3ヶ月前と答えたので、4番は、いつ京都へ行きましたかと聞いたの。メア。え？メアの、え？メア、いつやけ。よし、ちょっともうここで練習しようね。よし、あ、でも、ウェアがどうせ出てくるやろうって。出てきてから練習しましょう。ね。はい、5番行きまーす。5番。何のスポーツ do you like?どのスポーツが好きですか？バランス。そう、What sport? いいね。これどのスポーツが好きですかと言いたいときは、What sport? あ、これ上にスポーツ書こうか。What sport do you like? ですね。どのスポーツが好きですか ?What sport do you like?What sport do you like? です。I like baseball or basketball very much. 次です。Nana's a tall boy. He's Mike's big brother. あの背の高い人は誰ですかよね。Where? またなんで Where なのかね。Who? Who でしょう。はい。Mike のお兄さんです。じゃあもうちょっと間違いが激しいのでいきますよ。What は何ですか？ What? 何？でも、どのっていう時もあるよね。What?
どのスポーツとかいうときは、はい、これもフォワットなんですね。フォワットスポーツ。This is what? フォワットって一緒ですよね。一緒です。What がアメリカです。What って言ってくださった。あ、まあそこはちょっと、どっちでも通じない感じ。通じない。はい。次です。Who が誰が。そうですね。そして、Where がどこで。どこ。じゃあ、どれが ?3 つですね。はい、これだけちょっと練習してください。どうぞ。あ、フィッチまで行きましょうか。どっちが。うん。フィッチでどっちが。はい、これだけ出てきますから練習してください。あ、ハウ、ハウ、ハウ。どうなんギルは誰ですかギル。先生、ハウって違うやん。すいません。これ疑問詞というやつで、リズは助動詞で、全くグループが別です。ハウは、どのようにしてなんですよ。普通、どのようにしてなんですけど、でも、ハウオールドやったら、何歳ということになります。ハウオールドだけは何歳ということになります。はい、練習しましょう。ノートに書いてください。フリートではいいですか？フリート。いいよ、フリートでも。とにかく練習で負けないようにしてくださいね。頭が悪いんじゃないで、練習が足りんとですよ。はっきり言いますよ。頭じゃないです。練習です。もうスポーツと一緒です。練習した方が勝ちです。What って何で、What スポーツはどのスポーツっていうことになります。変えてもらっていいですか？変えてください。変えてください。練習しましょう。練習しましょう。頑張って。ちゃんと赤になっとあ、よかったです。この疑問詞と言います。疑問詞のそれだけ知っとけばほとんどこれ出てくるので疑問詞ですね。さっきカリンが言ったディドは助動詞なんで全く別のグループなんで全然違うでしょ雰囲気、リズとか。リズって助動詞なんで。助動詞、リズって。だってもう、リズだとルーが助動詞の仲間なんで。キャンは。キャンも助動詞なんで。助動詞の何種類か。はい、じゃあ、3番いきますよ、3番。いいですか消しますよ。消しますよ。はい、じゃあ3番いきましょう。本当に1枚表だけでいいって真剣に勉強したね。もうほんともうこれだけでいい。もうまずこれだけでいい。人生変わる。ほんとに変わる。いいですか？これ1ミリもできる人とこれが全部できると人生変わる。ほんとに変わる。もう将来貧しい生活を感じてる。俺はもう貧乏を絶対やってる勉強したんだ。はい、行きます。あなたは毎日先生をしますか？ね。なんで始まりますか？何とか何もないですよ。だから、そう、いいよいいよ。do you ですよね。do you。はい、スポーツをするという動詞は何でしょう do you play?、do you play? スポーツをする。右上は3番で一番ここです。do you play tennis every day? 毎日テニスをしますか？はい。はい、しますやったら
Yes, I do. はい、します。You が I に変わって、do。do で聞かれたら do で答えましょう。Yes, I do です。ですね。はい、2番いきますよ。あ、今度1を入れない。ごめんなさい、2番。スミスさんは毎朝テレビを見ますか？はい。ミスタースミスだったら何人称何数ですか？三人称単数だったら二問分の時一般動詞は何をつけますか？はずなんですよ、そもそも。はずなんですよ。とりあえず、はずです。三人称単数の時、はずで聞いてください。はずミスタースミス。テレビを見るは何でしょう？ウォッチ。はずミスタースミス。ウォッチ TV。ね。テレビを見ますか？はずミスタースミス。ウォッチ TV every morning。いいえ、見ません。いいえは？そう、ノー。そして、ミスターだから男の人なので、ヒーなんですよね。そして、ラズンとになります。ラズで聞かれたから、ラズで答えてください。ノーヒーラズンとになります。ですね。ノーヒーラズン。次、ジョーンズさんは昨日このカメラを使いましたか？ですね。はい、昨日というところをマーカー塗りましょう。あ、一個飛ばした。ごめんなさい。一個飛ばした。3番の先。ごめんなさい。あなたは今本を読んでいるのですか？これは現在進行形。あ、素晴らしい。お前近づいてある？あー、you。そして、あら、reading。あー、reading。reading。はい、どうぞ。リアディングとか言ってますけど。ですね。Are you reading? 現在進行形。何なんしていますか？あなたを読んでいますか？ Are you reading? ね。バブルなら今本を読んでますか？いいえ、読んでいません。いいえだから？もう。素晴らしい。You は I に変えて B 動詞。I になります。No, I'm not。B 動詞は B 動詞で変えましょう。え？ Do やき Do なんで、Does やき Does なんで。じゃあ、B 動詞 R は、B 動詞3つしかないんで、難しいと思わんでください。水ドラマは3つしかない。で、U の時は R でした。これ U の時は、I の時は R に変わりますよっていう。ね。どうもありがとうございます。はい。もっと格好なんかなかったらいいですよ。はい。で、4番行きましょう。4番。ジョーンズさんは昨日このカメラを使いましたか？はい。昨日というところが大事ですよ。昨日というところをマーカーに見てください。昨日って現在過去はどっちですか？過去の時の助動詞は do, does, did のうちの did なんですよね。did を使ってください。だから4番は過去形なので、銀で始まります。リーズ・ミスター・ジョーンズ。リーズ・ミスター・ジョーンズ。リーズ・ミスター・ジョーンズ。さあ、使うという動詞は何ですか？使うは？はい、これ5回どうぞ。use。はい、自分がやばいと思ったら、言われなくても練習してくださいね。ですね。はい。Did Mr. Jones use this camera yesterday? ね。はい。はい、使いました。ね、使いました。だから。Yes. He did. そう思う。難しくないじゃんね。Did に聞かれたら Did で答えるだけやつ。これは変わったら難しいと思うよ。変わらない。Yes, he did. で。はい、大きい4番いきましょう。大きい4番。あなたは2年前学生だったのですか？ね。はい。あ、これ、ごめんね。あー、ゆう、あなたは何なんでしたか？なんですけど、あーの疑問文、あ、ごめんなさい。過去形は、まあ、ない。これ、過去。
あなたは中学生ですか ?Are you a junior high school student? Are you a junior high school student? あなたは中学生でしたか ?Are you? になる。はい。だからさっき、水の過去形、わずら出ましたね。過去形、今度2種類しかないと。わーとわずしかないと。あるもわずにブログに入ると。だから2種類しかない。B 動詞は is a verb で、現在形3個あったけど、過去形は was と was しかありません。ですか？で、あなたはだからどっちの方かというと、was のになります。were you。そうなんですよ。あんま以前も was になる。その通り。were you。あ、student。あなたは学生でしたか？あなたは学生でしたか ?Were you student? で、2年前。2 years 前を、あ、ごめんなさい。years ago と言います。ago。これが前です。前。3年前やったら ?3 years ago。5年前やったら ?5 years ago。という言い方はします。これで2年前ということになります。2年前。2 years ago. ね。Were you a student 2 years ago? あなたは2年前、生徒でしたか、学生でしたかということになります。模範解答を後で配るけど、Were you a student 2 years ago? OK ですね。OK です。組はとても上手にピアノを弾きました。弾きましたというところもマーカーで塗ってください。はい、何系ですか？弾きました焼き？弾きました。弾きますやない。過去形ですよね。じゃあ、楽器を弾くは何ですか？プレイですね。で、これに何をつけたらいいんですか？過去形は。次聞こうと思っちゃったやつ。楽器の前に、座をつけましょう。楽器の前。はい。組み、プレイで、楽器を弾くはプレイだからね。で、弾きましたよ、プレイで、ザ、ピアノ。おぉ、とても上手だった。おぉ、素晴らしい。おぉ、とても上手は、ベリー、とても、ウェルが上手になります。いわゆるこれ上手にって言うんですね。そうなのね。楽器を弾くはプレイなんで、プレイでいいですよ。組み、プレイザ、ピアノ、デビューウェアでした。はい、裏っ側行きましょう。5分間行けると思うんで行きますので、頑張ってください。スカーフを開けてください。今、いいですか？裏開けてください。ですね。次の文は、あれのお父さんが、友人のポスターさん、ミスター・ジム・ポスター、ね、をあやに紹介しているところです。これを読んだ後に答えてください。あやのファーザー、あやのお父さん。ね。Ms. Foster, this is Aya. Aya, this is Ms. Foster. She's my friend. She came to Japan last year.はい、ポスターさん、こちらはアヤです。アヤ、こちらはポスターさんです。彼女は私の友達です。彼女は、去年日本にやってきました。はい、K のマーカーで見てください。K ムと発音します。C-A-M-E。K ムと発音します。そう、カムは来るなんで、ね。カムが来る。ケイムが来たです。自己系の練習です。ケイムが来た。お、何何？2行目じゃない？ 2 行目で一番左端。She came to Japan last year. ですね。2年生で一番最初は1年生のこの終わりの過去形からスタートしますので、これ不規則動詞ですね。go が when と、come が came、o が a に変わります。come、came と発音します。ですね。she came to Japan last year。彼女は去年日本にやってきました。hello, Aya。こんにちは、Aya。nice to meet you。何ですか？
ナイストミーチューは、はじめましてですね。はい、ナイストミーチューと聞かれたら何と答えましたか？ナイストミーチュー。そうですよね。ナイストミーチュー。はじめまして。こちらこそはじめましてという形で、こう聞かれたら、ナイストミーチュー too。この鍵がこの人を meet you 話します。2。博士に聞かれたですね。はい、フィギュアの。はじめまして。ただ1番に入るのは、Nice to meet you 2が入ります。Hello, I am nice to meet you. はい、1番の格好の中、Nice to meet you 2。はい、そうです。I am a junior high school student. あなたは中学生ですか？Yes, I am. はい、そうです。I study English at school. 私は学校で英語を勉強します。I like it. 私は英語が好きです。You are a good speaker of English. はい、You are a good speaker of English. さあ、日本語らしく訳したら何とも ?You are a good speaker?英語を喋る。あ、素晴らしい。その通りですよ。すごい、すごい。はい。これね、かかい訳をするとどうなっちゃうかっていうとですね。これ、スピーカー、もうスピーカー話す人なんですよね。話す人。話して。めっちゃ硬いでしょ、話して。あなたは上手な英語の話してですとおかしくないですか？ね、あなたは上手な英語の話してですね、とか、ね、はぁ、あ、みたいな感じだ。だから今言ってくれたように、あなたは英語を上手に話しますね、と言われます。あなたは英語を上手に話します。これぐらいはちょっと想像してほしいですね。あ、ね、どういうこと？英語を上手に。お願いしますねと。あ、これぐらい想像してください。スピークは話してる動詞。ER がついたら人になります。例えば、ランって走るという動詞。ランナーやったら走る人ですね。ER がついたら人になるでしょ。はい。イングリッシュの音はてらじゃないじゃないですか。本当ですか。ビデオでごめんなさい。ありがとう。ありがとう。で、プレイは、例えばスポーツをするとかね、プレイヤーやったら選手になるでしょ。ER がついたら、人になるってことを、ちょっと勉強してくださいね。それでスピーカーっていうのは話す人ってことになります。ね。あなたは、上手に英語を話しますね、ということになります。You are a good speaker of English. ですね。でした。Oh, thank you. ありがとう。Well? これ、well はところでっていう意味です。well の中に入ってください。well、ところで。これ、よく、会話の時よく使うんですよ。well。ちょっと笑いを変えたい時。これ、上手にっていう意味じゃないんですよ。ところで。well? where? are you from? はい、where 何でしたか？ where は？親はさっき言ったよ、夫婦が誰とか、終わったか何とか。親はあんたもの子。あんこやね。なんでこれが入らんかね。これがいつだよ。上かよ、いつは。親はそう。頑張れ、頑張れ。負けるな、そちらに。ね、プレイヤーをつなげてもらっている。プレイヤーはプレイに ER をつけるだけです。ER をつけたら人になる。そしてランナーは N が重なります。ランニングも N を重ねるんで、同じです。ランナー、N を重ねて ER を走る人。はい、じゃあその次行きましょう。ですね。Where are you from? あなたはどこからやってきましたか？どこ出身ですか？I'm from London. ロンドンってどこの人ですか？イギリスね、イギリスの人。
私はロンドンからやってきました。ロンドン出身です。My mother and father live there. 私の母と父はそこに住んでいます。はい、there は漫画で見てください。there。そこに住んでいます。ね。My mother and father live there. 母と父はそこに住んでいます。My brothers live with them. 全部は彼らと一緒にという意味ですが、この彼らは何を指すかというと、そういうこと、そういうこと。お父さんとお母さんから矢印を引っ張ってください。全部。で、with は何なんと一緒という意味になります。何なんと一緒に。だからお兄さんは、でもブラザーで複数のやつがついておけ、お兄さんが何人かいるんでしょう。まずみたいにね、お兄さんが何人かいるときはブラザーズになりますか、複数のやつ。ですか？で、with brother、ね、with them、彼らと一緒に、お兄さんたちも彼らと一緒に住んでいます。ですか？ My brothers live with them。ね。Another brother do you have? I have two. Two というところをマーカーで見てください。二人いますと答えたということは、あやは何と聞いたでしょう。素晴らしい。横にそれ書いてください。お兄さんは何人いますか。まあ、これ兄か弟かわからんけどね。兄弟は何人いますか。こうしたらいいかもしれないね、この場合ね。兄弟は何人いますか。つまり、数を聞くときは何でしょうか。そう。How many だったね。How many books do you have? How many books do you have?、ね、How many brothers do you have?、兄弟は何人いますか。 I have two. 二人います。Do you live near here now?、あなたは今、ここの近くに住んでいますか。 Do you live? Live は住むという動詞です。Do you live?これ住むね、リブは住む。ヒヤヒヤ。ちょっと、これでこう。今、今日は静かに立って。ちょっと待ってね。絶対授業して。すいません。ちょっと黙ってもらえます。はい。Do you live near here? で、here はここというんです、ここ。で、near は何なの近く。だから、ここの近くに住んでいますか？ここの近くに住んでいますか？ Do you live near here? ね。はい。あ、なるほどね。今ですね。なるほど。今はこの近くに住んでいますか？ですね。Yes, はい。I live in Yokohama. 私は横浜に住んでいます。I like the city very much. 私はその街がとても好きです。I often go to park. I go to a park near my house. 私は家の近くの公園によく行きます。Often. Often って読まないでくださいね。Often と読みます。Often.これ、よくというです。よく。ね。ですか？じゃあね、ちょっと、小判まで行って、そこで終わりましたら、あと、ちょっとお願いしますね。The park has some tall trees. このはずはありましたよ、とってください。公園は、何本かの、持っていますね、なくて、あります。何本かの高い木を持っていますね。おかしいでしょ。公園は持っていますね。おかしいので、公園には何本かの高い木があります。ね。I sometimes read books and have lunch under the tree. ね。私は時々、本を読みます。そして、under the trees。木の下で、ランチ、お昼ご飯をハブ、食べます。このハブは食べます。ランチの前のハブは食べますでいいですよ。
食事を取りますけど、お昼ご飯を食べます。そうですね。What do you do on Sundays? はい、サンデーに複数レスがついてるところをチェックしてください。サンデーに複数レスがついてます。ということは素晴らしい。その通りよ、その通り。だから英語ってさ、よく英語嫌いな人がね、どうせ日本人やし英語や勉強するっていいって言うわけよ。要するに逃げようだけだ。もうはっきり言うんです。逃げです。本当に。したくないだけだ。で、この S が追徴すると注意力があるよね。だから英語はもう、それはもう言いづらから一歩も出ないでいいってさ。日本人でもう、別に外国にも行きたくない、なかったら別にいいよ、個人が言う。けど、一つだけ言わせてもらうと、注意力、集中力がつくわけよ。S が追徴かどうかとか。それだけでも磨けばいい。ね。と、俺は思う。だから毎週日曜日なんね。日曜日に S がついてるね。毎週日曜日。ですね。じゃあ、とにかく2年生になる前にしっかり勉強してほしいんですけど、2つだけちょっと、2つでやってください。もう完了しちゃっていいですよ。完了していいです。2つだけ。実は、一部の女子3人はですね、月曜日は早い時間帯に来てますので、で、月曜日の夜、数学の説明をしたんですね。だから、2017年の、2月27日だったと思うんですけど、これで中1日変えちゃうところに、YouTube で国前中学を見てですね、国前中学で、アクセスしてっていうか検索して、でこれで探してください。で数学絶対勉強さないからですよ。点数悪すぎましたよ、3人の実力にしては。で1問だけこれ自分こうしとったでしょ。これ二乗がなかったけど、同じものを2回かける印でした。二乗この前のテストであなたが間違えてるとこです。私はもうこれ狙いにあったんです。あなたがなんで2乗をつけなかったのか。私は理解できなかった。残りの2人は書いていく。はい。だって同じものを2回かけたら2乗じゃないですか。ね。そういう意味だ。そういう意味だ。うん。そしてね、1番の3番と4番は2年生の予習になってたんですよ。で、そこの説明もちゃんとしてますから、ですね、男子は本当にやる気を出しましょう。もう全然今晩は人生終わらないでしょ、本当に。やる気出します。力あるっちゃう。もう俺は38年しようって、あんたたちが力あるの分かんないんで。はい。これ。あ、書いてきました。数学書いてないんで、月曜日。あ、そうやね。数学書いてください。あとね、今日感動したことが一つだけあったんです。それもそうなんですね。小学校4年生の女の子と面接したみたいね。塾に、はい、いや、塾をちょっと様子を見に来たんですよ。その人、将来の目標を決めてるんですよ。将来の夢、お医者さん。経験者。もちろんいいんだけど、なんでお医者さんかって言ったらね、ね、そうなんや、そう。ちょうど小さい頃に、テレビで、東日本大震災を見たらしい。それで、もう人がいっぱい溺れたり、資料を見て、すごいこう、涙を流してたらしい。お母さんが言っちゃったけど。泣き寄った。それで、もうそう、なんかね、もうものすごくちっちゃい頃やったらしい。で、その時にニュースでね、ニュースで、お医者さんが足りてないって。で、お医者さんが、もうちょっといたら、命が助かる人もいるでしょって言ったらこと言ったらしい。それで、私はお医者さんになりたいって決心したんです。なんでそういうふうに茶化すんですか？先生、私でも幼稚園ぐらいも救命救急士になりたかったですよ。うん、いや、いい仕事とは、ね、人の命を助ける。それだけですね、今、その、そう、中学
中、だからほら、私立中学校を受けるために勉強頑張れ。1時まで勉強しようとしか。1時まで、夜の。いや、お医者さんになるためにはね、その勉強が、もうちょっと長いんですか。その子かわいいですか。どう思いますか。どう思う。あ、あのね、可愛いのも可愛いけど、顔がキリッとしちゃった。しっかりしてる。なんかしっかりしちゃったよ、うん、先生、止めときますよ、うん。あ、ありがとう。ありがとう。